ソチのオリンピック公園の隣に建てられた救世主、ハリストス寺院製造聖堂での降誕祭で、連頭の内タスク祭が唱える祈祷文を朗唱するタスク祭、ステハリ、オラリ、ポルジを着用している。連頭とは、正教会における抗議党の重要な構成要素の一つ、タスク祭と詠嘆が歌い交わす形式をとる。正教会での連頭も、リタニーと表記されることはあるが、エクテニアと表記されることが多い。ロシア語やポーランド語に見られるように、海外では、正教会の連頭のことはまず、エクテニア系の呼称が用いられる。ただし、日本正教会で、エクテニア等のカタカナ表記が用いられることは、まずない。タスク祭が祈願を読み上げ、詠嘆がそれに対して、主、憐れめよ、主憐れめ、主憐れめ、主憐れめよ、主、賜えよ、主、汝になどと答える形である。いずれの連頭も、主、汝に、と、アミンの答えで締めくくられるのは同じである。連頭には、以下の種類がある。同じ、大連頭でも、盛大礼儀、パニヒダ、埋葬式、モレー弁などの各種方針令のそれぞれに、タスク祭による、朗唱部分の文言に違いがあり、細かく異なる文言のパターンが存在する。連頭は、正教会の祈祷の重要な構成要素である。すべての抗議党、方針令において連頭が含まれていないものは存在しない。詠嘆とタスク祭が交互に歌い交わす形式で行われることから、成果としても特色ある伝統が各地に成立していくこととなった。ビサンティン聖歌も参照タスク祭の祈願朗唱に対し、ローヨタイプシロンラムダイータシグマニュー、パイアルファーローシグマカイウプシロン。ローヨタイプシロン、シグマローヨタイプシロン、ミューニュー、などといった言葉で答える。伝統的に多彩な旋律で歌われている。ただし、他の聖歌と同様、スラブ系正教会のような歌聖づけは、ギリシャ系正教会では行われておらず、依存と呼ばれる、持続低音がハミングされるか、同じ祈祷文で付けられるかするのみである。なおこのギリシャ系聖歌の伝統の影響は、非ギリシャ系正教会ではあるが、バルカン半島にあって、地域的に隣接している南スラブ系のブルガリア正教会、セルビア正教会や、非ギリシャ系かつ、非スラブ系のルーマニア正教会にも見られる。タスク祭の祈願朗唱に対し、などといった言葉で答える。音楽的に単純な旋律で歌われることが大半であり、中規模以上の1000人の聖歌隊が備えられている。教会以外では、複雑な旋律、歌聖が付けられることはあまりないが、キエフ朝、バラーム朝、ビーレンスカヤといった独特の伝統的旋律、歌聖付けは存在しており、これらが部分的に各種方針令で実際に使用されることはある。また、ロシア正教会、ウクライナ正教会、ブルガリア正教会、セルビア正教会といったスラブ系正教会では、作曲家が連頭を作曲することも多い。全種類の盛大礼儀、結婚式、パニヒダ、埋葬式、その他の諸儀等も含めたすべての抗議党、方針令で連頭が含まれないものは存在しないため、まとまった量の正教会の聖歌作曲を行った作曲家は、ほぼ例外なく連頭にも作曲を行っている。ただし、連頭単体に作曲を行うというよりは、それが含まれる方針令の一環として作曲を行っているケースが多い。したがって、正教会の連頭を作曲した著名な聖歌作曲家をリストアップしたものは、著名な正教会の聖歌作曲家のリストとほぼ同じ意味合いのものとなる。スラブ系正教会で連頭を作曲した著名な作曲家、編集、ないは活躍した正教会日本正教会は、ロシア正教会からの伝道を受けた経緯から聖歌についてもスラブ系正教会の伝統を引き継ぎ、連頭を単調な旋律と歌聖で歌う伝統をおおむね維持している。ただし、ニコライ堂では一部において、アレクサンドル・アルハンゲルスキーやパーベル・チェスノコフの作曲によるものが取り上げられたり、横浜ハリストス正教会や名古屋ハリストス正教会においては、ルーマニア正教会の連頭が日本語訳されて歌われたりするなど若干多様化していく変化の兆候が見られる。また、歌唱に使われるのはほとんど日本語である。現代ギリシア語からの転写、エクテニアロシア語からの転写、イクテニア教会スラブ語については、各国、各地域により再建の方法が異なる。古代教会スラブ語が実際にどのように発音されていたのかは、他の多くの古典語と同様、推測でしかない。本項では一応、ロシア、ウクライナ、ブルガリアで古典再建音として広く行われると言われる方式に従って転写したが、モスクワなどではすでにについては弱い、アに近い音に変化させて歌うのが一般的とも言われる。ありがとうございます。